まあ、現在の工事ですね、全面着工いたしまして約1年半が経過したところでございます。だいたい進捗率でいきますと 20% ぐらい、新たに駅ができることで、この梅北エリアと関西国際空港が直結することになります。まあ、そうしますと今までですと大阪から直接ですね、はるかにご乗車できなかったわけですが、関空へのアクセスが非常に良くなりますので、海外からですね来られる方ですとかのアクセスの利便性がかなり良くなるかというふうに考えています。